はい、こんにちは、コムさんです。今日はね、ポルシェの、エヴァンゲリオンポルシェね、続きやっていきたいと思います。ね、今ね、足回りをちょっとやりかけてるんですけど、もう細かパーツ組むだけなんでね、サクサクっとやっていこうと思ってやりかけたんですけどね、こういうとこ動画にやらんとあきませんよね、いつもながらね。で、まあまあこんな感じで、まだ途中なんですが、こんな感じでね、エンジン周りはもうね、モールドであれなんで、まあまあ後ででも塗り足せるかなと、塗れるかなという感じです。つけたのはこれとこのパーツね、3つです。ここのね、あ、でこれとね、フロントこれですね。前回シートとロールバーつけましたよね。こんな感じ。そして今出たのはね、これね、はい、ブレーキ周りね、はい。喋りませんね。喋らないし、画像ないからね。あ、じゃあ画像も映ってないし、喋らないし、どういう動画なんだっていう感じになってますけどね。これまたね、今日もね、ちょっと言い訳なんですけど、早朝なんですね。実はね。はい。これは、まだちょっと色塗らなあかんわけませんね。ちょっと置いときましょう。で、これクリアパーツね。前回これ塗ったやつね、出来上がり見ていきたいと思います。ここでこっちですね。こんな感じ。なかなかいいんじゃないでしょうか。これね、こんな感じ。デカールやったらちょっと幅太いんですよね。もうなんか太もっちゃりした感じするんでね、塗りました。こんな感じです、オレンジでね。まあそれがどうしたんだっていう感じですけどね。はい、クリアパーツの周り塗りましたっていうだけですけどね。よいしょ。これね、結構もうだいぶ長いこと置いてるんでね、テープがだいぶ気温とかでね、溶け出してちゅうのかな、テープが。はい、こんな感じですね。はい、そして、今日はね、これ足回りね、もう動画なしでサクサクとやっとこうと思ったんで、別にあれなんですけど、網をね、貼っていこうかなと。はい、ちょっと待ってくださいね。一旦ちょっと止めますね。はい、続きです。この網をね、網ね、はい、貼っていきたいと思います。切ってね、形に切ってこうですね、この部分。どうしようかな、こうで、ちょっと見た方がいいかな。少し大きめにね、カットしたいと思います。大きめでもね、めちゃくちゃ大きくいったらはみ出ちゃうんでね、もちろんのことね、だいたい合わせてね、切っときます。このぐらいかな。ティッシュ引いとこうか、ティッシュこうね、この
あのルーフのところに気づいたらあかんので、ここかな、こうな、これを2つ両サイドあるんでね、2つ、こういこうか、ね、でここあんまり手際良くないですよ。で、ここで、またね、デコプリでやっていきたいと思いますね。やっていきたいと思います。はい。今ちょっとすいません、変なとこ入りました。これを。もうあの塗っていくだけなんでね、別にあの大したことはないんですけどね、あのなんちゅうかな、動画的にはね、やっぱり画像になってないとね意味ないですよね。ちょっとあの元気ないですけどね、さっきも言いましたけど早朝なので。すいません、声もね出てませんというか、ガラガラ声っていうかね、いつもまあガラガラ声なんですけどね、こんな感じと引き込んで、まあ蓋しとこうか、そしてちょっとこれ大きいですね。道具やら何やらね、いっぱい落としましたね、今一気にね。ちょっとだけね。はい、ちょっと遠いんでね、画像がね。あ、こっちだ。あ、切ったんかな。切ったな。よいしょ。こうね、貼っていきたいと思いますが。ここにね、シャーシつけるあれがね、ダボいうんですかね、
空いてるんですよね。まっすぐね、こう、もうちょっとこう、こう入れとかんと、あ、こんな感じかな。どうでしょうか。見えますかね。見えますかな。ちょっと待ってくださいね。こうかな。こういうのが見えてますかね。こんな感じね。今コムさんのドヤ顔見えましたかね。こんなんでドヤ顔してどうするんですよね。ダメですよね。でも嬉しいですね。あ、見つけました。こうくり抜くのかなり苦労しましたからね。切り抜きましたということでね。皆さんもぜひ喜んでください。はい。そしてこっちもここら辺かな。こうかな。あ、映ってないですね。こんな感じで、あ、ここ逆やね。今間違えたかと思いましたね。こうですね。位置的にはどうなんだ。あ、ドミシャイね。あ、映ってないですね。いやいや、シャット。なんかね、テンション上げていこうとしてね、変にね、掛け声をかけて上げてしまうというね。もうちょっとしたで、あ、今映ってなかったですね。あ、こっちだったかな。ここね、真ん中でこうキュッキュッと押さえて、こんな感じですね。今ちょっとデコボリュービーにつきましたけどね。はい、この下っ面もね、綺麗についてますよね。ここね、こっちね、こんな感じ、いい感じになりましたね。なりましたね、なりました、なったと思います。はい、そして裏側は後でまあまあなんか補強しますね。そしてこのここ分かりますかね。ここね、あのクリアパーツ、このガラス入れるときにね、割れそうやったんでね、補強入れたんですよ。あのティッシュをねつけて瞬着でティッシュとかね補強してます。はい、なんかほんま割れそうやったんでね、グーグーと入れていくとね、よいしょよいしょ、あとで、ね、これいけるな、でこぶりで、よいしょ。今日はもうこんな感じで網張っていくばかりですからね。足回りはね、まだちょっと色塗ったりせんなあかんしね。よいしょ。あとまああれかな、ライト周りできたらね。あ、映ってないですね。ちょっとあれかな、大きすぎてもったいなかったかなっていうあれはありますけどね。違う、もうちょっとちゃんと押さえとこうか。こう、でもね、つける、のり付けする、違う、ボンド付けするね、のりしろっていうのもね、やっぱり結構いりますからね。こんな感じでいいと思いますけどね。はい、はい、すいません。今ね、ちょっと咳込みかけました。なんかなジジイですね、もう。なんか早朝だとこんなになるんですよね。もうちょっと押さえなのかな、こんなのかな、こんなもんでしょうかね。
見えないですね、この細いとこね、細いとこつけました。そして次が長いとこ行きましょうかね。これまたちょっと切らなきゃいけませんね。ギリギリで、もあの出っ張りの部分にね、のりしろを持っていけばいけそうなんですけどね。映ってますかね。あんまり喋られないですね。なんかこれもまた集中しますからね、細かい作業ってことで。まあプラモデル大体ね、細かい作業なんで、集中してたら動画で喋れないじゃないかっていう感じですけどね。頑張って喋っていきたいと思いますけども、ね、何が面白かったんでしょうかね。こう集中しながらね、頭の中でいろいろね、自分の中で考えてるじゃないですか。何やかんやとやっぱり逃げて、ああ映ってないですね、いつまで考えながらなんかやるじゃないですかね。思い出し笑いでもないですけどね。はい、こんな感じ。網は割と簡単に貼れていきますよね。開けるの苦労しますけどね。次ね。次これいけるかな。いけそうですね。いけそうです。これ使います。これ何のあれかな、残りなんかあったんでね、使おうかなと思って。出してきてんけど、あれですね、767B ね。映ってないですね。もう、ちょんちょんとね、軽くつけておきます。いっぱいつけたらね、ベタベタになっちまうんでね。なっちまうんでねって言ってしまいましたね。今、なってしまうんでです。いつもそんななっちまうんでねとか言わないんですけどね。なっちゃいました。なっちまうんでねになっちまいましたですよね。よいしょ。まあまあもうちょっと上手な方やったらね、もうちょっと綺麗につけるんでしょうけども、綿棒これでもまあまあ、コムさん一生懸命やってますよ。一生懸命ね。こんな感じと。ギリギリ映ってませんか、テレビ画面にね、カメラ。これはね、もうちょっとほんまは、これ、すいません、止まってしまいました。この辺はね、どうやろう。
すいません、ちょっとこれここ置いときます。はい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 、ねこれはちょっとあれですね、思ってなかったんですが、どこから切るかな、こんなここね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと一旦止めますね。はい、続きです。ちょっとねこのここちょっと爪楊枝で刺しますけどね、このここね、これここ段あるんですよね、これこれちょいけるん、ここで貼ったらええかなと思ったんですけどね、ちょっと外から見た感じはね、なんかこのネットが、ネットというかね網目がねちょっと離れ奥深くすぎるような気がするんですよね、あの感じですよ、僕の感じですけどね、はい、まあまあそんな感じでもあるんですけどね、うん、もう若干ね出したいというかね、こうここの出っ張りをねなくしたいと思ってね、いつもあのインパクトで削ったりしてるんですけどね、これねルーター、安物ルーターなんですけどね、はい、これで、削っていきたいと思います。これカッターで削るとなるとね、ちょっとこう手が入らないんですよね、ちょっとやっていきますね、ちょっとあれだな、ちょっと歯医者さんみたいな嫌な音しますけどって言うと歯医者さん怒ってきましたよね。知ってますか。あれついてるんですよ、ここの人この人ついてるんですね、一回ボンドつけたじゃないですか、あれが残ってるんで、なんか嫌な音するな、まあまあいいか、取れないですね、ちょっと持ちにくいですけれども、様子見たいと思います。やっぱり焦げ臭いな、焦げ臭いですね、削っていくっていうか溶けていってるのかな溶けてる、削ってるけどちょっとこう焦げてるんでしょうね、やっぱり熱持つんですよね、こっち側はね綺麗にして、もうちょいね、もうちょい削りたいと思います。
な感じですかね。はい、コムさんの喋りの代わりにあのルーターの音ケツの音聞いてもらいましたけどもね、聞きたくないわというね言う方もいてるかもしれませんけども、こんな感じかな。よいしょ。で、こんな感じですね。まあまあこんなもんじゃないかなと思うんですけどね。これ以上削るとまた逆に今度ここのね、このここのね厚みっていうかね、この部分のボリュームがねないような感じに見えたりする可能性あるんでね。取りますね、ゴミね。よいしょ。そしたらこれちょっとよっけて、はい、ごめんなさいあの何でしょうか、匂いかな、ホコリかな、なんか。よいしょ。そしたらこれね、またデコプリでつけていきたいと思いますね。何が面白いんでしょうかね。自分で喋っててね、発音がおかしいんですよね、最近なんか。何やろうね。普通に喋ればいいのにね、なんかちょっと発音が微妙な、はい、感じです。よいしょ。よいしょ。はい。ああ、ちょっとつけすぎたかな。つけすぎました。爪楊枝で。あとまたはみ出しはね、後で取りたいと思いますので、デコプリのね、これチューブね、あの弾力のある感じのやつなんですよね。でずっとダーッと出続けないというかね、キュッとへっかんでくれるんですよね。で出し終わったらね、で緩めるとですけどね、あの瞬間接着剤とかやったらずっと出続けてたりするじゃないですか。まあ、ものによったらですけどね。ここね、映ってますかね。このぐらいいった方がいいね。ちょっと、あれですけどね。作業は。ちょっとやりにくいんですけどね。ここまで手を上げるとね。頑張りましょう。アーチ状に切ってないのでね、ちょっとギリギリなんですよ、この上の部分が、はい、ここね、この部分、まあ外から見えたらね、ちゃんとネットついてるように見えたらそれでいいのでね、これでいいのだと。はい、今のはバカパのパパですけどね、これでいいのだすいません、なんか今急に思いついたんですよ、バカパのパパ。ということで、これつきましたね。はい。こんな感じ。だいぶね、いいんじゃないかなと思います。ちょっと削っただけでね。パタミわからないですけどね。はい。僕がここで見てる感じでは、いい感じになったんじゃないかと思います。網がよく見えるっていうかね。はい。こんな感じね。これとつきましたね。あとは、ここやね。ここ。ここは両サイドね、どんどんやっていきますよなんで張り切ってるんでしょうかねこうしてこんな感じね。ボディ傷つけたかので、こんな感じと。であんまり大きすぎてもったいないのでね、半分ぐらいにしたいと思いますね。半分にしたら両サイドね、向こう側もいけるので、
ちょっと斜めに切っておきたいと思います。斜めに切らんと、こうな、よいしょと、こうね、これが向こうで、これがこっちと、これ入れちゃうの、ああ、そうやね、これね、もういっぺんにデカ盛りね、いっちゃおうかなと思います。もう同じあれなんで、こうかな。これで見えますかね。ちゅーっとね。こうかな。よいしょ。こんな感じ。そしてピンセット。これがこう、こう、あったあったあった。このピンセット、のりボンドがね、もうなんかついちゃってるんですよね。ちょっと拭いとかなきゃいけませんね。ツールクリーナーかなんかで、ああこっち、ああこっちじゃないな、これ、これでいいな。まあ用途に応じてね、これちょっと これではタミヤのね、タミヤのピンセットなんですけど、製作ブースの方からね、今日ようやく上げてきました。はい、そんな時間かからないでね、ポケット入れて持ってくるだけでね、ポケット入れやんでも手で持ってくるだけなんでね、かからないんですけど、今までね持って上がってきて、下でね、下というか製作ブース下にあるんですけどね、でやるときにはこれ使わなあかんのでと思ってね、置いてたんですけど、もうまあ使わないなと、あこうよいしょと、はい、こんな感じ。これシャシーつけたときに干渉しないかちょっと心配は心配なんですけどね、干渉したらもう一回付け直しましょうかね。こんな感じでね。いいですね。いいですよね。見えますかね、これ。いい感じだと思いますね。うん、まあ、ジガジさんというかね。そして、ここね。ここってどこやっていう感じですけれども、ちょっと短いか、後期が結構大きな感じな。この辺やな、ちょっと節約せんとね、なんぼでもどんどん行ってたらね、足らなくなっちゃうんでね、こうよいしょ、こんな感じやな、んでこうな、こうですね、んでこれがこれがこうでね、別にこれがこうじゃなくてもいいんですけどね、はい、できましたね、はい、映ってますかね、ちょっとこう片付けようかな、ごちゃごちゃしてきたな、よいしょ、そしてね、またねボンドつけます。こっちもね、ちょっとつけすぎかな。
もんかな。ね。こんな感じと。映ってましょうか。映ってるでしょうか。映ってましょうかってね。なんかあの、昔のあの NHK のね、天気予報のおじさんみたいな、映ってましょうかって言ってましたけどね。ちょっと切らなきませんね。これ邪魔しますから、ちょっと外そうか。外して、はい、すいません、止まりました。なかなかね、集中してると時間経つの早いですね。はい、相当早いです。あっという間ですね。15、6分、中時間はね、あっという間です。映ってますかね。映ってないですすいません、すいません。これがこれ、ここ切っとこうかな。こういうふうにね、こう切っときますと、んで、ちょっと斜めにね、ポチョンと、はい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 、はい、よいしょ。で、こうね、映ってるでしょうか。映ってませんね。こうですね、角度はね、こう、これで映ってますよね。こうペタ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 っとね。で、この部分はちょっと長いとこ切っときましょうかね。よいしょ。そしてこんな感じですね、出来栄えは。ちょっとあれやな、なんかついてんな。こんな感じね、見えますかね。こんな感じ、もっと近づけましょうかね。こんな感じ、こんなんですはい、こんなんですよ。こ前もね、もっと近づけていっておきましょうか。やったかな、こんなもんね。あんまりアップにするとね、まずいとこ見えたりね、まずいとこあってはわかんないですけどね、見えたりする可能性もありますからね。はい、ということで、これが、これ、ここ、ここ、いこうかな。こうと、こうね、して、ここね、ここね、こんなもんかな。こうして。これか、切れてるとこめがけて、こうかな。あ、切れてないな。切れてないですね。どこやどこや。まあ、ここですね。こんな感じね。こう。よいしょ。そしたら、ここは、あれか。これちょっとあれで。爪楊枝でね、いきます。ちょっと入りにくいとこなんで。あ、やっとね、このここにね、ここにね、エアー噛んでたんですよ。エアー噛んでね、このデコプリの出口のとこがどうも硬くてね、押すの力いったんですけどね、今まで。これでようやくね、今、ブスって言うたんでね、ようやくね、これ。
軽く出るようになりましたね。こうね。で、またこう吸い取っていってくれるとね。感じですね。どうしたんやろな。なんか喋りがいつもとちゃうでしょ。あの声もちっちゃいし。どうしたんでしょうかね。なんか、自分でもなんかちょっと違和感あるんやけどな。出ますかね。こうビビビッとね、はい、こんな感じね。適当につけてるようでつけてないですよ。ちゃんとつけてますよ。はい。でこうね、こう、うん、もうちょっと抑えたいな。こっちにつまようじで、こうな、ちょっとあんまり幅大きかったかな。もうちょっと細くせんなあかんのかな。いけるのかな、うん、もうちょっと細く切りましょうか。奥に入りきらないんでね、もうちょっと細くしますね。これ半分ぐらいでいけるかな。半分でちょっとちっちゃいかな。このぐらいにしようか。よっよっよっと、こうね、これまた使えるとこあるんですよね、次。はい。細かいですけどね。そこは大事にやっていきましょう。吸ってますかね。こんな感じ。ちょっとあれやな。ああ、これだけど、こうすると、あれやな。もうちょっとこうやな。こんな感じやな。一人でね、納得してますね。画像ではなかなか見えないですからね。よいしょ。はい。こんな感じですね。こんな感じ。あ、こっちか。はい。ということでね、ちょっと時間がだいぶ長くなるんでね、あとまあまあ、1箇所、2箇所、3箇所なんですけど、これはやっときます。はい。今回はね、ポルシェの、開口部ね、エアインテーク、エア抜きね、エア抜き、なんて言うんですかね。わかんないですね。わかんないで、エア抜き、こうですかね。エア抜き穴。すいません、勉強しておきましょうね。というわけで、はい。これで、はい。これで終わっときたいと思います。次回また。ご覧になってください。こんな感じでね。はい。今日は網だけになりましたけどね。また続き網やっときますのでね。はい。それでは、今日はこれで、さよなら。